節の始めにはいつもここに戻ってくる。毎日新しい何かを見つけられる気がする。日々の中でこんな風にゆっくりとした時間を過ごすのも必要で、いい作品を見つけたんで持ってきましたよ。まあ、座れ。まず勝負だ。ありがとうございます。じゃあ僕はそろそろ。あ、そうだ、君に見せたいものがあるんだ。この間写真を整理してな。それは君の父さんが俺にプレゼントしてくれたんだ。本当に気前のいい男だったあいつは。それを売ってしまったことは今でも後悔してる。昔の友は昔の自分を取り戻してくれる。そんなことが今の僕には必要だ。すいません。はい。一つお伺いしたいことがあるんですが。ほうほう。これってご存知でしょうか。いやー見たことないな。うちじゃ分かんないわ。申し訳ない。申し訳ない。どこかで見たりしてる。
このヘルメットをどこで手に入れましたか？これは友達からもらいました。その方って連絡つきますか？今つかないです。そうですか、ありがとうございます。ちょっとすいません、いいですか？あ、どうぞ。なんか探してますよね。俺それ知ってます。本当ですか？それはどこに？なんで探してるんですか？まあ父の古い友人で、僕の友人のために。ああ、それはどういう？まずは食事でもいいですか？すいません。これだよね。ありがとう。これ着ていきなよ。よく見つけたな。一体どうやって？ちょっと知り合いがいまして。どうぞ。人生は終わりのない旅である。